はい、山寺です。今ね、尼崎に来てるんですけども、尼崎にね、すごいね、安いね、立ち飲みがあるんですよ。ほんまに安いですよ、うん、ステーキがね、430円やったかな、うん、とにかくね、恐ろしく安い立ち飲み、今から行ってみたいと思います。なんとステーキが430円、カツトジが330円って、これすごいでしょ。刺身が170円、おかしいでしょ皆さん。ちょっとすごいと思います。ちょっと入ってみたいと思います。ゴンさん、はい、今ですね、立ち飲みのゴンさんに来てます。まずはですね、トマトチューハイ、これがね300円です。安いですね、300円。もうね、色も濃いですからね、 100% のトマトジュース使ってると思いますよ。いただきます。やっぱりそうです、めっちゃ美味しい、うん、しかもね、ここはね本当に安いんですよ皆さん、うん、驚きますよ。ちょっとね、今ねステーキとカツトジを注文したんですけども、またね後でお見せしますから、ちょっとお待ちくださいね。はい、ステーキ来ました。これなんとね皆さん430円ですよ。このレア感すごくないですか。レア感がこれ絶対美味しいですよ。これこれね、もうね皆さん2枚とかちゃうで、ほら何ぼれも、もうお皿ぎっしり乗ってるんですよ。ぎっしり入ってるんですよ。ちょっとこれねタレにつけます。いただきますよ。そのために働いてるようなもんやね。うまっ。え、焼き加減がめちゃくちゃいいんですよ。だから硬くない、柔らかいですよ。赤身のステーキですけどね、これはうまいわ。こんなもん430円で出して大丈夫なんですかね。これね 200g ぐらいあると思います多分。すごいわ、最高やわ、うん。こんなもんがね430円食べれるって皆さんちょっと信じられません。うま、ん、すぎます。カツトジが来ました。これね確か340円だと思います。すごいねボリューミーですわ。でね、340円やからって薄いカツちゃいますよ。これ見てください、厚切りのカツ、もう美味しいの分かりますよね。いただきます。これめっちゃめちゃ美味しい。というかご飯が欲しい。ご飯、うん、こんなね柔らかくてこんな厚切りのカツトジが340円ってありえませんよ皆さん、うん、こっち食べたら多分600円以上します。うん、うまっ。お刺身4種盛りが来ました。これね、タイとサーモンとイカとハマチかな多分ね。ちょっとあれ、これで340円です。まずはねタイからいただきますよ。もうこれね、この大葉がひっついてますので、もう大葉ごといっちゃいましょう。うまっ、うん、これは新鮮やわ、うん、おいしい。
わさびがまたねよう効いておりますわ。とても美味しいです。次は山寺の好みのサーモン、ここのわさびを切るからねつけすぎ注意ですよ。次にですねイカを食べてみたいと思います。イカちょっとねわさびつけすぎたけどまあいいか、イカだけにまあいいかみたいな。なんでやねん、ね、すいません。歯ごたえ、やっぱ来た、わさび来ましたわ。美味しい、美味しいけどわさびが、はい、トマトチューハイですけど2杯目いただきます。2杯目ここのトマチューね割と濃厚で美味しいです。飲みやすい、最高です。エビチリが来ました。なんと290円です。割とねちょっと大きめのねエビがね、3尾も乗って290円。うまそうやで、なんかごまのかごま油の香りもしますね。いただきます。プリプリそう、いただきますよ。めちゃくちゃプリプリで美味しいエビチリ。ちょっとねごま油の香りもしつつ、あの辛さもねあってピリッと辛くてねうまいわ。こんなものが290円食べるって、ね、すごいですね。お得ですわ皆さん。ここはもうね最初のステーキからもう全部インパクトがあって、ステーキ食べてカツソース食べてインパクトインパクトインパクトですね、うん、ほんまに美味しいです、うん、はい、ナポリタンが来ました。もう締めです、締めね。これがなんとね190円ですよ。190円、すごいね、安いでしょこれ。見てください、うわうわうわ、もう美味しいのもう間違いないわ。いただきます。うん、うん、これ昭和の味、めっちゃ美味しい、うん、昔懐かしのあのナポリタンですわ。よう考えたらナポリタンってトマトケチャップ使ってますよね。でトマトチューハイでしょ、トマトトマトですよ、トマトトマト。あ、やっぱトマトトマト合いますね、うん、はい。今ですねゴンさんで食べてきましたけどね、ステーキ430円であんなに柔らかくて美味しいステーキ、量も多いし 200g ぐらいあったと思いますわ。それとねカツとじもかなり美味しかった、340円でね、あんなに分厚い厚切りのあのカツとじが食べれるって言ったら相当ねすごかったと、すごいですよ、すごかったじゃなくてすごかったです、うん、すごかったっていうことです。もしよろしければ山田の YouTube のチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それといつも私の YouTube を見ていただいている視聴者の方々本当にありがとうございます、感謝しております、ありがとうございました。